はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日も、えー、今日は仕事から帰ってきてないです。あの、休みでした。<laughs> えっと、今日は、えー、何をお話しするかというと、あの、特別給付金10万円が振り込まれましたっていう報告ですね。まあ、あの、オンライン申請、自分はこう、振り込みの申請をしたんですけれども、まあ、約、あの、自治体にも多分よると思うんですけど、15日経たないぐらいで本当に、なんて言うんだろう。 その、市役所の方から、こう、あの、振り込まれたっていう形ですね。まあ、振り込まれる前の、あの、前兆っていうのが、前兆というか、その前に、あの、封筒、茶封筒が来るんですよ。あなたの銀行口座と、その情報を確認しましたみたいな、10万円振り込みますみたいな、予定日はいついつですみたいな手紙が来るんで、それをチェックしてもらえば、あの、確実かなと思います。 まあね、結構、紙ベースで、あの、申請する人多いと思うんですけれども、まあ、マイナンバーカードさえ持っていて、で、パスワードと ID とか、まあ、ちゃんと覚えていれば、あの、まあ、3回、4回までは間違えてもいいということなので、まあ、それができればね、オンライン申請の方が楽でいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、こんなところで以上にしたいと思います。また。